皆さんこんにちは、くるくるクールです。今日もマリオメーカー張り切ってやっていくということで、最初のコースはこちらですね。20秒スピラン、ワッカーさんという方のコース遊んでいきたいと思います。注目のとても難しいから選んでいます。クリア率約 1.5% ですね。結構苦戦しそうな感じがしますが、どんなコースなんでしょうか。20秒、マリ、あ、こっちだね。オッケー、おーおーおー、なるほど、これ左上のブロックが怪しい。これまさか制作者さん用の隠しだったらどうしよう。お、あそこに赤い鍵付きの扉が見えますが、はい、こっちは罠でした。ズルしようとした人向けのお仕置き。ここを越えて、お、うまくなんか勢いに乗ってこれなかったけど、いいかな。これで3枚赤コイン揃って、こうか。あ、やばいやばいやばい、もっと壁際にバネ置かないとね。ていうかこんなにゆっくりいってちゃ間に合わないでしょ、スピードランで。やばいやばいやばい。いいのかなよくわからないけど、落ちる床を華麗に越えていきましょう。鍵付き扉お邪魔しまして、あれ、ゴール、あらま、ゴールしちゃいました。え、これとても難しいでしたよね。見間違えたかな。あれ、まあいいか。クリアしました。ワッカーさん20秒スピラン、ありがとうございました。これ気になりますね。走って歩いて走ってやってみましょう。どんなコースなんでしょうか。走りますよ。おー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 おおおお、今あの Y と B 押しっぱなしでずっと飛んでますが、いいのかな。あ、キノコキノコキノコ、あぶねー、当たっちゃった。これダメじゃないの。もうえ、なんかキープランとかキープウォークとか書いてあればまだわかるんですけど、ええ、どうすればいい。最初のコースずっと走ってていいのかな。最初のコースというか最初 のパターパターのところ、今ずっと走り続けてます。なるほど、そういうことか。おすげえ、ギリギリで当たらない。お、素晴らしい。あ、でもここでは当たるんだ。じゃあここずっと歩いていきましょう。もうキノコは取りませんよ。あー、当たるやないかい。あれ、コース名もう一回確認しましょうか。走って歩いて走って、最初のパタパタは走って、次歩いてってことじゃないのかな。あれ、何か違うかな。走りますよ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 、走っておりますよ。さて、でここを走って歩いて走って、え、当たるよね当たるよね。え、どうすればいいかな。ウェイ、走る走る。さっきのあのやられてるところ出てきたら、今度は今いる場所の上のところに行くんですかね。お邪魔します。これファイヤーとかになってたりしないかな。これどうしよう、すげえ難しい。なんかうまいことタイミング見つけて歩いていくしかない。こうかこうか、ずっと押しっぱなしっていうわけじゃなくて、ところどころで歩くスピード緩めながらやってますね。 OK、 超えた。キノコありがとうございます。で、今度は走る。走っておりますよ。全力で走っております。テレサを投げてこないでください、テレサさん。怖いから。こんな明るいところでお化けなんてダメだよ。で、また土管にお邪魔して、また裏エリア。今度はどっち？ピンポンピンポンピンポン。ありがとうございます。で、祝福されまして、もうゴールでしょって長いね。この扉なんか意味あるのかな？よし。お、びっくりした。そう、制作者さんにやられましたね。
見事にビビらされました。でもクリアしました。走って歩いて走ってクリアしました。あの2つ目のエリアのところ、あの歩き半自動みたいになってるともっといいと思うんですけれどね。でもいいコースでした。ありがとうございました。はい、お待たせしました。次こちらのコース遊んでみたいと思います。クッパジュニアの飛行船上級者向け、チャサーダさんですかね。クリア率 1.29% ということで結構難しそうなコース。ベストクリアも2分超えてるんで長いコースなんでしょうか。ちょっと心配なところもありますがやっていきたいと思います。さて、まあ、自称中級、おわー、これ避けられないでしょ。いやいや、これ上級者だって避けられませんよ。怖えー。このコースは、そういうコースだということで。わあ。でもまあ、落ち着いていけばいけなくはない。ここで避ける。オッケー。かわした。ここでキノコの状態を保てているのは大きいぞ。鬼畜コースですからね。よいしょ。オッケー。ほ、くるくるくる、上までオッケー。チョロップを早めに倒す。さあ次は何が来るか。光線ステージはできるだけ、あ、ファイヤー取りてー。ここで出てれば、立ってれば出てくるかな。あれ出てきた。あーよかった、もう出てこないかと思った。でで、で上行きますよ。上行けるところは上行きますよ。もう点火されてるボム兵、うえーうえー、なんかご利用して動きましたけど、これボム兵の爆発に巻き込まれそうでかなり怖いんですが、バネ持ってくのかな。ほっほっ、さてここも上行けますね。ほっ、でこのまま上行っちゃっていいのかな。下ルートもあるのかな。でも危ない橋は渡りません。ビビるプレーな、くるくるくる。ほっ、こいつも処理しておこう。何があるかわからないんでね、倒せるものは倒しておくスタイル。ファイヤーありがとうございます。怖えー。お、ここだったら大丈夫か。今のチョロップ結構ギリギリでしたけど、なんとか避けられました。これトゲコンボを下に向かって出てるの、わー怖い。どこまで来る。ここか。ここならギリギリ。早く縮んでくれー。よーし、これ無理無理無理、早めに抜ける。で上に乗る、上に乗るのこの先をできるだけ引っ張ってます。扉入るよ、入るよ。あ、無駄に当たっちゃった。ちゅうか中間ないよ、中間。ほっほっ、このバニーいらなくない、まだ持ってるけど。ほっ、中間くださいよ。あと1回あと1回。よしよしよし、あの左側でくるくる回ってるやつがすげえ見づらい。はい、来い。オッケー、お邪魔します。ゴールだよね。はい、ゴール、ありがとうございました。で最後は扉に入っていけないスタイル、マリオかかんじゃいましたね。いや結構難しかったですが、割と早くクリアできましたかね。ありがとうございました。あ、最後ちょっとこの演奏コースやっていきましょうか。トルコ行進曲、私トルコ大好きなんですよ。あれあれ、どうするの、走っていいの。走りますよ。はい、死んでいきます。あれ、ダッシュ半自動とか書いてありましたっけ。走ってみましょうか。
はい、というコースでした。やっぱり初期のマリオメーカー演奏系のコースを引っ張っていた方だけあってものすごいクオリティ高いです。いやー、またトルコ行きたくなっちゃいましたね。治安がもうちょっと良くなったらまた遊びに行ってみたいですね。トルコ行進曲チャガマさんのコース遊びました。では今日はちょっと短いかもしれないですが、この辺りで終わりたいと思います。また次の動画もよろしくお願いします。次回はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければまたゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。